ナルト、シップルデン、暁襲来。勝負は見えている。ところでさ、よかったらこの後。はいはい、最後まで言わなくていいわよ。里に着いたら一落直行でしょ。さすがさくらちゃん、これって以心伝心ってやつ。少し違うわね。いわゆるバカの一つ覚え。あ、もちろんあんたよ。さくらちゃん、涼しい顔してなんちゅうお言葉。おいおい、任務が終わってじゃれ合うのはいいが、ほら、お客さんだぞ。さすがカカシさん、お気づきでしたか。てめえ、狙いは俺の中のクソギツネだな。ナルト、サクラ、下がっていろ。こいつの相手は俺だ。またそれかよ。いつまでも守ってもらうばっかの俺じゃねえってばよ。ああ、承知しているさ。まさかの時はお前とさくらに任せる。なに、俺も立場上カッコつけなきゃいけないって話だよ。というわけで行くぞ。シャリンガ、
ここだ。カトンだ。豪華系の術。カトンだ。豪華系の術。里周辺の警備が強化されて逆効果だったんじゃない？いや、これでいい。第一段階は成功だ。なんで？連中は温存していた戦力を警備につぎ込む。不安と疑心暗鬼にとらわれ惜しみなく。やがて九尾の人中力を守るため、全ての戦力はそれ一点に絞られ、柔軟性を伝説の三人こと、ジライアと綱でも同じだ。九尾に就寝するあまり、攻守のバランスを崩す。その時こそ、我らがつけ入るチャンスとなるのだ。絶。さらにこの我が国の情勢を監視しろ。お前の報告が今回の作戦の鍵なんだ。ああ、分かったよ。支援部隊が俺たちだけってふざけてんじゃん。まだまだうちの重役どもは頭が固い。まあ、風影の参入を許した件は認めるかな。あれだってガーラが押し切ったからじゃん。そう言うな。新たな時代は目の前だ。だが行く手を阻む輩は排除せねばな。姿を見せろ、暁。何だと？ほう、気づかれていたとはな。その若さで風かけになったのもうなずける。何の用だ。事と次第によっちゃ死んでもらうぜ。君たちにはこの葉隠れの里に行ってほしくないのでね。面白い思考じゃん。帰り討ちにしてやんぜ。ガーラ、ここは私たちに任せろ。暁、覚悟。
そこだ、奥だ。そこだ、奥だ。やりすぎたようだな。今の俺に手加減を期待するな。お前はこの俺が葬る。忍びをマークしろ。特にこの二人が行動を共にする時が狙い目だ。ああ、了解した。随分と派手にやってくれじゃないか。で、今度は俺たちの番ってわけか。しかし、木ノ葉最強コンビに喧嘩を売るとはな。貴様、目は大丈夫か？ご心配には及びません。この目の本当の力を見せてあげましょう。愚か者め、木ノ葉の青き野獣マイトガイ天に代わって天柱を下そう。これ以上好きにはさせないぞ。ここからは本気で行かせてもらう。Cool.
け。そこだ。ない。カトン、豪華系の術。コモハ攻撃参加。ここだ。無心の術。カリンだ。久しぶりだな。まさかこんな形で里帰りとは。裏をかいたつもりが裏目に出たな。逃げるなら今のうちだぞ、暁。そちらにも策士がいるようだが、鹿丸には及ばないようだ。あんたたちがどう出るかなんて、すっかりお見通しなんだからね。さあどうする。作戦は失敗だ。もっとも、黙って見逃す俺ではないがな。ネジ、私たちでギタギタにしてやろうよ。二人で戦えば、暁なんてイチコロよ。仲のいいことだ。だが、実力の差を考えるべきだ。今から俺が引導を渡してやる。死に花くらい咲かせてみせろ。女だからって舐めないでよね。自慢の暗記でズタズタにしてあげる。受けてみなさい。はい。
今度は僕がお相手します。覚悟はいいですね。シャリンガ、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 カトン豪華系の術、ずいぶん手間取ってしまった。まだ間に合えばいいわ。私の大切な部下をずいぶん可愛がってくれたようだね。で、お前らの狙いは何だい？急備目的にしちゃ遠回しが過ぎる。まさかあなたが出向くと。綱出様、いや五代目ほかの。私の質問には答える気はなしってかい。まあいいだ。だがこれだけは教えろ。死んだらどこに埋められたい？永久に口を閉ざす前に言っときな。それとも跡形も残らないほど砕いてやろうか。ああ、撤収命令だ。直ちに引き上げろ。根性なしか。お前さんらも元気じゃの。こんな老いぼれ追い回して何が楽しい。狙いは何じゃ。もしかして
わしが背負う巻物か？まさか。私はただ九尾捕獲の最大の妨げであるジライア様を消しておこうと思いまして。なるほどの。狙いはあくまでわしか。つわけでどうする？師匠がピンチじゃぞ。エロ仙人、手抜くなってばよ。自分で倒しゃいいのによ。アホ抜かせ。わしゃ執筆活動以外で汗を流すつもりはないの。えいえい、分かったってばよ。ナルト、いいとこ見せなさいよね。ほら、行くわよ。おう。どうした暁、ナルトを連れて行かんのか。そうしたいのは山々ですが、あなたを倒さぬ限り無理ですね。じゃがわしゃ男の相手はごめんじゃ。ほれ、お主らの出番じゃの。
ライア様、ご安心を。暁は僕たちがお引き受けします。遠慮はいらん、どこからでもかかってこい。貴様がこれほどの強者だったとは。お褒めの言葉、光栄です。では死んでいただきましょうか。こうダメか。どうやらこれ以上は無意味のようだ。作戦成功じゃん、シカマル。どうやらてめえの読みが当たったな。なるほどな。ジライア様を倒せばナルトは裸同然じゃんよ。いや、そんな簡単じゃねえかもな。なんかこう引っかかりやがるぜ。引き際が良すぎるんだよな。私もたまにうんざりすることがあるからな。じゃあここで決定でいいな。ついでに実地検証はどうだ。会場にふさわしいか実戦で試すんだ。まあいいけどよ。って今実戦って言ったよな。出てこい、暁。俺の目から逃れられる。
さすがヒューガ一族、いい術を持っている。おい、まさかてめえも中忍試験を受けるって言わねえよな。まさか。ただ君には倒れてもらう。しかもまずは俺がやる。お前は不測の事態に備えろ。ネジ、私に逃げろなんて言わないわよね。こいつら相手に俺だけでは力不足だ。テンテン、手を貸してくれ。そうこなくちゃ。よし、行くぞ。
だ。回転どこだ、こっち、どこだ、カトン豪華系の術、回転どこだ、こっち、どこだ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 、回転どこだ、どこだ、今回の狙いは俺らしいが、理由くらい聞かせろ。君は危険なんだ。これ以上言う必要はないだろう。こいつらお前に手の内を読まれたくないのさ。もっとも砂隠れはお前を歓迎するがな。スカウトなら後にしてくれ。まずはこいつをぶちのめす。いいな。ああ、任せろ。よっ、
しまいますよ。絶対安静らしいよ。見た目と違う。仕留めきれなかったのは残念だが、今は計画を急ぐぞ。ゼツ、これより綱手の監視を命じる。奴の日常を見張り、つけ入る隙を探れ。五代目火影と直接やり合うのか。それはお前からの報告次第だ。さあ行け。あまり期待するなよ。ときたら何かと突っかかりやがって。酒でも飲まないとやってらんないよ。おかげで見ろ、飲みすぎたじゃないか。うっ、気持ち悪っ。その上ご丁寧に挨拶にまで来やがって。わあ、隠れてないで出てこい。ほかげともあろう方が飛んだ集体を。王者としての自覚を疑いますね。ふん、聞いた風な口垂れやがって。殴ってやるからかかって。まずい、酔っ払って力が入らん。くそ、体が自由に動かない。それは好都合、それくらいのハンデはいただかないと。こいつはフェアじゃないな。俺たち二人をハンデに加えろな。文句は言わさんぞ、赤月カカシ。ここだ。
いたします。暁、おいおい、俺を忘れてるじゃん。こいつらにはきっちり借りを返してやるぜ。カトン、豪華球の術。
さすがに連戦はきつい。火影に一撃与えるのが関の山か。師匠、遅くなってすみません。あいつは私たちが引き受けます。てめえ、無事に帰れると思うなよ。この状態で九尾と戦うのは自殺行為。ここは引いた方が賢明だな。師匠、お怪我は？バク、ばあちゃんってば情けねえな。いっそ酒やめれば。さくら心配するな。それに酔っ払ったのも芝居だ。は？連中が私を狙うのは予想済みだった。だから酔ったふりして動向を探ったのさ。だがこれではっきりした。連中の狙いは私やジライアではない。私が狙いならこんなチャンスを逃すはずはないからな。では何が狙いなんですか？簡単な消去法だ。連中の狙いは私やジライア、そしてナルトでもない。この3人以外に連中が狙うものがあるとすれば、それは、いや、今話すのは予想、まだ推測の範囲内だからな。だが的からそうは外れてないだろうよ。無理しないで。あなたはまだ感知してないのよ。鹿丸も任務に戻ったと聞いた。ならば私だけ休んでなどいられまい。律儀よね。それとも恋する乙女の強さかしら。ちょっと待て。一体誰の話なんだ。またまた、おとぼけはなしですよ。でもその話はまた後で。お前に語って聞かせる話はないが、まずはそうだな、ゲス野郎の始末が先だ。春のさくら、今日は君に用がある。私もあんたと会えて嬉しいわ。やりたくてうずうずしてたのよ。奇遇だな。私もだ。手まりさん、やるわよ。任せろ、さくら。何？
抵抗しなければ痛い目を見ずに済んだもの。見下げ果てた男だな。女をいたぶって何が面白い。いや、答えなくてもいい。死をもって罪を清算してもらう。行くぞ、風かけ。ああ、
忍びを舐めるんじゃないわよ。いい目をしている。信念を曲げない強い瞳だ。だが、では俺の同日で禁術の書のありかを話してもらおう。やはり禁術の書は佐藤様の家か。さくら、しっかりしろ。さくら、待っていろ。すぐ手当てしてやる。ウの方角へ7つ、牛の方角に9つ。そろそろだな。1つ、人より熱血野郎。2つ、腹筋鍛えまくり。3つ、見かけによらずシャイな俺。この葉の青き野獣マイトガイ、ただいま参上。そろそろ現れる頃だと思っていました。どうしました？来ないのですか？こいつは俺がやる。何度も煮え湯を飲まされたからな。ネジ、手伝うわ。暁なんかボコボコにしてやろうよ。はい、勝負点差対決。
だ。受けてみなさい。テンテンを、あなたは僕の怒りに火をつけましたね。ガイ先生、ここは僕に任せてください。今の僕は負ける気がしません。よく言ったリー、友情パワーの爆発だ。シャリンガ、
シャリンガン。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 もはや断じて許せん。ここから先は俺が相手だ。貴様の命運、もはや風前の灯火として。姿を見せたらどうです。暁も存外に姑息だな。おかげで侵入ルートの特定は簡単だったがな。しかしお前らも強胆じゃな。この半額連に全面戦争を吹っかけるとはの。ったく暇なのかバカなのか。いやはや楽しませてくれるの。茶番だ。この手で即刻終わらせる。どうやら綱手は本気のようじゃ。暁よ、ご愁傷様じゃ。なすものか。地獄の果てまで追い詰めてやる。聞いたかよガーラ、暁が木の葉の地下水路に出たそうじゃ。ああ、知っている。けど今回ばかりは連中も終わりだな。五代目火影とジライア様が相手だからよ。だがその分、里の警備が手薄になる。我々が穴を埋めねばなるまい。残念だ、その志はついに。君たちは俺。
私に任せてくれ。カンクロさんもありがとう。ここはいいから増援を呼んできて。分かったじゃん。ガラ、一旦退却しようぜ。ああこっちの準備は OK よ。いつでも来なさい、アカツキ。Oh!
そこだ。そこだ。何？私にだって意地があるのよ。ガーラたちの思いを無駄にできない。絶対死守するぞ。サクラちゃん、テマリ、大丈夫か？二人ともよくやった。あとは俺たちが引き受ける。今日という今日は勘弁ならねえ。やい、暁、王女仕上がれ。シャリンガ、
こちらの被害の陣だけだ。作戦を続行すべきか、あるいは、いや、戦闘。残るはこの部屋だけだ。さて、どこにある？近日の書を狙ってんなら時間の無駄だぜ。ありったけ全部よそに移したからよ。なるほど、君の差し金か。やられたよ。我々の乾杯だ。てめえらの魂胆が分かりやすいんだよ。狙いがナルトじゃなきゃ価値のあるもんなんて数は知れている。そいつが近日の書だって気づくのに5分とかからなかったぜ。それともう一つ、貴様らは大きな間違いを犯しておるの。わしと綱では己の術を巻物なんかに残しておらんってことじゃよ。私らが秘術を伝えるのに巻物はいらん。触れ合う心で伝授するのだからな。結局のところ、あんたらの計画は立案の時点で失敗だったのさ。さてどうする。お望みなら相手になるがの。もっとも逃がしてやるつもりはないがね。どうだい、試してみるか。悪くないお話ですね。ではお前たち、ウサギ狩りを始めるよ。やむを得まい。計画からこの阿隠れの里と砂隠れの里を外す。だがその他の里は計画続行とする。近日の書強奪のメリットは大きいからな。連中はどうする。散々追い回されてグロッキーだが。少し休ませてやれ。だが1時間後人中力狩りの再開だ。遅れを取り戻さねばな。